はい、それでは10月11日の3問に入っていきます。まず問1ですね。定期建物賃貸借契約の場合、契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできない、丸か×かという問題ですね。考えたい方は一度動画ストップしていただいて、下の概要欄から問題文をご確認ください。 で、答えどうなってるかっていうと、賃借人からの中途解約、できますね。あの、要件があるんですけども、できます。え、そのため、ツになります。で、じゃあ、要件って何なのか。まあ、これがですね、重要な部分なんですよね。居住用建物であることがまず1点。で、さらに、居住用部分が、え、200平米未満であること。まあ、これが2点目。で、3点目が、やむを得ない事情があることっていうことですね。まあ、この、まあ、3点をちゃんと頭に入れておくっていうことです。 で、今回は、居住用建物と200平米っていうのは1つにまと,まとめてますので、まあ2つということになっていますね。まあこの1番と2番の要件、これをちゃんと頭に入れておきましょう。そして解約の申し入れの日から1ヶ月経過することによって、賃貸借契約は終了いたします。で、宅建試験の対策としては要件2つまず覚えるということですね。で、無料のメルマが、まあこの動画ですね。 については関連知識までお伝えしていないんですね。なのでもう関連知識についてはえ自分自身で調べながらつな、えー、げてですね、えー、覚えるようにしていただければと思います。で個別指導についてはこの関連知識まで、えー、合わせてお伝えしておりますので効率的に勉強したいという方は、えー、ぜひですね、えー、個別指導をご検討いただければと思います。今年の試験が終わった直後ですね、から個別指導受講開始させていただきますので ホームページとか、この動画の下の概要欄の方からご確認いただければと思いますえ。またですね、チャンネル登録まだしていない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンから、えチャンネル登録していただければと思います。で、2番に入っていきます。宅建業者 A が印 B から B 所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、A は B に対して、え国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない。え丸か罰かという問題ですね。 で、これはツです。標準媒介契約館約ってこれ何なのかというと、国土交通大臣が指定した媒介契約書のひな形なんですね。で、これについては別に使用する義務ってありません。34条書面、これ媒介契約書ですよね。34条書面の記載事項をちゃんと満たしていれば、宅建業法違反にはならないんですね。なので、まあ、この、えー、契約約館を使う必要っていうのはないんですよ。 ただ、34条書面の記載事項の中に、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約館約約に基づくものなのかどうなのか、それを記載しなければなりません。つまり、標準媒介契約館約使うのであればこれを使う。使わないのであればこれは使わないっていうふうに記載をしてくださいという内容です。で、この約館っていうのは、宅券業法よりも厳しい内容になっているんですね。つまり、34条書面の 記載事項それよりももっと細かい内容まで、まあ、記載するよう求めてる内容なんですよ。だから、宅建業法よりも厳しい内容なので、使用は強制していない、つまり、使わなくてもいいんだと、まあ、いうことです。で、3番ですねえ、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行うものは、いつまでに行為の種類、場所などの一定の事項を誰に届け出なければならないかということですね。 で、これは、昨日の内容、動画、メルマガでもお伝えした内容です。なので、まあ、復習ってことですね。まず、いつまでにっていうのは、当該行為を着手する日の30日前まで。で、誰に届け出が必要かっていうと、市町村長です。この2つですね、キーワードになってきますので、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、一応ですね、確認のために読み上げておきます。地区計画の区域内において、土地の区画の形質の変更。これは土地の工事ですね。 造成工事とか、そういったものです。そのような工事をしたり、建築物の建築を行うものは、この工事を行う30日前までに、行為の種類だったり、場所だったり、まあそういった一定事項を市町村長に届け出をしなければならないということですね。まあこれはそのまま覚えていただければ大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。